福井県立明日和高等学校は、福井県福井市にある県立の高等学校。この学科は、各学年ともに普通コースが2クラスと特進コースが1クラスずつ、設けられている。合格発表後に行う希望調査の結果と入試の成績に基づき、全社を希望する生徒は1.2組に、校舎を希望する生徒は3組に入学後配属される。また、 2年進級時にコースを変更することも可能である。特進コース3組は2年次以降、分離分けがなされ、分離別の科目については、文系、理系に分かれて2つの教室で少人数の授業が行われる。例えば、理系の生徒が物理の授業を受けている間文系の生徒は世界史の授業を受けている、などである。体育や家庭科など分離共通の科目については、 クラス全員で授業を行う。また、普通コース1.2組も、生徒の習熟度に応じ、一部の科目で少人数制の授業を行う。県内で唯一国際化に、英語コースと中国語コースを備え、国際色豊かな教育を実施している。入学後、全社の生徒は5組へ、校舎の生徒は4組にそれぞれ配属される。英語コースの生徒は、 英語圏の姉妹校へ中国語コースの生徒は北京外国語大学へクラス全員が海外へ渡り約半月間の語学研修を受けることが必須とされている。英語コースの生徒は語学研修以外にもニュージーランドの友好協定校に1年間留学することができ、また国際交流事業としてアメリカやオーストラリアの姉妹校から毎年留学生を受け入れている。 留学生は生徒の自宅にホームステイする。福井県高等学校生徒中国交流事業の事務局が東高校に置かれていることから、中国語コースでは石膏省との交換留学を毎年実施している。コース開設20年を数える中国語教育のレベルは高く、授業は毎回中国人教師と中国語の堪能な日本人教師が二人で教弁を取る。 ライフル射撃部からは、オリンピック日本代表選手を輩出するなど、全国トップレベル。1989年に、校舎の隣に、福井県立ライフル射撃場が建設された。女子バスケットボール部は、インターハイなどで高成績を上げている競合である。ありがとうございます。